疲れ様でした。お疲れ様でした。した、はい、今日は4月30日、はい、シンデレラ MC バトルボリューム2のオーディション終了ということで、はい、やらかしましたね、僕たちね。何がですか。いや、しでかしましたよ。どういうことですか。ボリューム1を経て、はい、こんなにフィメールラッパーたちがレベルアップするとは思ってもいなかったですね。マジで思いましたね。すごいびっくりして、うん、やばかったですね。結構なんかもうシンデレラ MC バトル、本当になんだろうな、あのボリューム1が終わった時、なんかこれなんか起こんじゃねえかなと思ったんですけど、はい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 、なんかもう本当になんか女性ラッパーが増えてきてて、でその、うん、結構びっくりするぐらいレベルが高いバトルも今回あったなと思うんで。ありましたね、はい、本当に本当の意味で、はい、バトルだけじゃなくてラップが上手くてビビりました。ないね、うんうん、ラップが上手くてビビった。これね、本当あれですよ、こうシンデレラ MC バトルね、動画上がるとね、また正社員がなんか、また正社員が適当なこと言ってやがるとか毎回コメントつくんですけど、これ今回本当に嘘なく、ボリューム2はやばい大会になると思うんで、うん、チケットも今販売中ですよね。もう販売してます。販売してます。販売してて、で、ここ、今日オーディションで通過した予選メンバー以外にも、僕らが誘ったシードメンバー。おう。おこのシードメンバーはマジで皆さん見たらたまげるんじゃないかなと思うんでね。俺が一番たまげましたね。そうだね。もうこれは皆さん絶対チケットはこれなくなっちゃうと思うんで、早めに買った方がいいと思います。はい、はい、あれ今回司会は司会は A ちゃんです。そうです、みんな大好き A ちゃん。あら A ちゃん、はい、また司会なんですね。そうですそうです、 A ちゃんですね。なるほど、はい、はい、そうですね。秋元さんは何するんですか。いや俺は今回言っていいかわかんないですけど、審査員制があれですもんね。審査員制ないです、はい、なくなったので、はいはい、まあ、僕は応援してるやつをより応援しようかなと。ああ、なるほど。個人的にもう客席で応援しようかなと。正社員さん何するんですか本番と。僕前説します。前説あ、前説前説とかいろいろ出てる MC の方々を誘導したりとかね。あ、なるほど、裏方をやるということでね、交際制でいきたいと思うんですけどね、はい。まあ、あれですね、うん、もう時が経つのが早いもので、うんうん、2回目ということで、これは実を言うともう 何回目まで企んでるんでしたっけ、シンデレラって。いや、もう永遠にやっていきたいですけどね。永遠にですよ、うん、いいですか皆さん、永遠という言葉を使っていますけど、永遠なんてありませんからいいですか、人生は有限、つまり今のチャンス、シンデレラ MC バトルボリューム2っていうのは1回しかないから、絶対見に来てください、よろしくお願いします。はい、そうですね最後ですまあこれで締めたかった。いや全然。今日は今回は俺優しいって気づいてほしかったなと思って。はい。あ、ムカつく。ちょっと待ってんじゃん。あ、すいません。ちょっと一応6月11日、はい、ハーレムでありまして。ハーレム。はい、ハーレム。はい。次はハーレム。でマイルチケットで3000円ですね。おお。安いですね。はい。でチケット限りがありますので、ぜひ購入してください。よろしくお願いします。で今言える出演者で、まず DJ が。DJ はシオン。シオン。ドゥ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 。はい。いや、違うよ、違うよ。エースのシオンのいじめがひどいっていう。いじめじゃありません。あれは教育です。教育です。教育です。彼女探し、ね。あ、力の探しと社会勉強というのはね。はい、教育でございます。なるほど。そしてライブが、今言えるメンバーで、まず、はい。マリア。マリア。うん。ヒエ、私マリア。シミライブ。うん。はい。次がですね、椿。椿。これは真似できねえわなんてない確かにね、これは真似できないです。じゃあさすがに。そしてライブ、ユーツダンサー。ユーツダンサー自由先行先行でね、あれは先行ででしょ先行高校ではい。じゃあというわけで、こちらが今確定してるメンバーで、あー、はい、こっからはちょこちょこ増えるかもしれないし増えないかもしれませんよ。そして司会は、もちろん皆さん大好きエース。そして、まあ、ここは P 入れてほしいんですけど、まあ、P、ここ P 入れてほしいんですけどね、エースの顔で、エースの顔とか表情でシード MC の発表しようと思います。まず、はい。おー。はい、こちら、P で、P 入っておりますんでね、エースの顔でね、僕の口もこうモザイクかけてもらって、どうしたんですか、どうしたんですか。
いや、なんか失うものが大きいな。何がですか？いろいろと。はい、大丈夫です。あの、客席で見てていいですか？ダメですよ。ダメです。客席で。いや、エースさんのプロデュースの大会なんてダメですもん。いや、もう、なんだろう、この間接的ないじめ的な。本当に。そんなことないですよ。もう、やっぱブラックなところと繋がってるんですよ。パイプが違うから全国は。はい、というわけで、6月11日楽しみにしてください。はい、じゃあね、あの大会、八村さんとエースから一言ずつ、なんか一言ずつもらって終わりにしましょうか。いや、俺はいいでしょ。いや、俺はもうオーディションね、オーディション審査員というか。ああ、なるほど。はい、すごい、過去最高の、レベルの高さのオーディションが終わった今、まあ優勝するのはもう全然多分誰も当たんないと思います。はい、予想すらももうできないと思います。なんで、一緒に、ね、現場で、もしくは、まあ、何かしらの媒体で見れるかもしれないんで、一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。はいよ。そうっすね、なんかね、いつもはふざけるんだけど、今日はふざける余裕もないぐらいちょっとマジですごかったから、いろいろ、まあ、本番でも今日よりすごいパフォーマンスが見れるのを楽しみにしつつ、僕は客席でマリブ高校を飲みながらゆっくり眺めることを期待しています。よろしくお願いします。はい。じゃあ、というわけで6月11日、お楽しみにしてください。続報の方、僕もすごく楽しみです。じゃあ、また本戦でお会いしましょう。本戦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 でお会いしましょう。お疲れ様です。イエーイ。